ウマトラ発は、中華民国、中華人民共和国の経済学者、教育者、政治家。中華民国時代は、経済学者として、巧妙を有し、小介石らの政策を批判した。中華人民共和国では、新人口論を執筆して、計画出産を提案したことでも知られる。救命はもとよし、小公研学堂を17歳の時に卒業し、 上海の教会が経営する中西書院に進学した。1904年に卒業すると、天津北洋大学で夜勤学を学んだ。在学中にアメリカへ留学することになったが、当時の国内における夜勤技術の低水準の低さから夜勤学に将来性を見出せず、イエール大学では経済学専攻に転じている。1910年修士号を取得し、 さらに、コロンビア大学大学院に進学して、経済学、哲学の両博士号を取得した。なお、卒業論文、ニューヨーク市の財政は、学術界から高く評価され、コロンビア大学の一年生向け教材として採用されている。帰国後の1915年9月、北京大学校長、蔡玄梅の招聘に応じ、馬虎発は、同大学経済学教授となった。 1917年、同大学経済研究所主任となる。この頃、馬は、ロシア革命への支持を公にし、理大将らと、交友した。翌年10月、大学評議員となり、1919年には、教務長に選出されている。同年の54運動では、学生に同情と支持を寄せ、当局に逮捕された学生の解放交渉にも、取り組んだ。 1920年、馬トラ初は、上海方面に活動の場を移し、東南大学小学院の創設に関わった。翌年、北京に戻り、北京大学経済学会を組織して会長に選出されている。1923年、中国経済学者を創設して、社長となり、雑誌、経済学戦艦を刊行した。1927年3月、 北京政府の調査クによって北京大学が封鎖されてしまうと、蔡現場は国民政府を頼って公衆に至り、石膏臨時政治会議員権主席代理となる。蔡は馬虎初、昭湯メリンら北京大学教授陣を招聘し、石膏省政府に参加させた。馬は禁縁委員会委員としてアヘントリシマリに従事し、農民銀行の創設準備を進めている。しかし、 まもなく長静江が石膏省政府委員となったため、蔡、馬ら北京大学教授たちは小政府から追われることになった。馬は公衆財務学校で教弁を取り、さらに上海石膏工業銀行総計画も兼任している。1928年10月、馬虎初は立法院立法委員に任ぜられ、翌年には立法院経済委員会委員長。 財政委員会委員長に選出された。さらに、南京中央大学、金陵大学、上海交通大学などで経済学の教授を兼任している。1931年の満州事変勃発後、馬は長期交戦の準備と題する一文を公表し、紹介席のいわゆる不抵抗政策、場外案内政策を批判した。 1934年には物価の大混乱を招く対外金融政策を取ったとして財政部長、交渉期を立法院の会議で激しく非難している。日中戦争勃発後の1939年に馬虎発は重慶大学教授兼小学院院長に任ぜられた。その傍らで公日を呼びかける様々な記事を執筆した。また、 四大家族をはじめとする大官たちの腐敗ぶりに怒りを覚え、彼らのような大官から臨時財産税を真っ先に取り立てるべきであるなどと公然と非難している。中国国民党への痛烈な非難を続ける馬に、対し、ついに当局は1941年12月に逮捕、奇襲や後世で抗禁する巨に出た。しかし、このことが発覚して、 かえって国民党への世論の批判が高まり、翌年8月に当局は馬の釈放を余儀なくされている。それでも馬は当局の監視下に置かれ、事実上コ論活動を行えなくなったが、この間にも経済学外論、通貨新論などの専門著書を刊行した。1944年12月、国民賛成会の宣言により、馬虎発はようやく言論活動の自由を得た。 以後、反省解析、反国民党の傾向をますます強めていく。1946年7月、中華職業教育者の起源、土川の招平に応じ、中華交渉専科学校経済学教授に就任した。1948年末、馬は国民党の弾圧から逃れ、中国共産党の庇護により河北海放区に移っている。 1949年8月、馬虎初は、石膏大学校長に任命され、9月には中国、人民政治協商会議に出席して、中央人民政府委員、財政経済委員会副主任、加藤軍政委員会副主席を兼任している。1951年5月、北京大学校長に起用された。この後、第一期、第二期の全国人民代表大会上無委員、 1> 第1期から第5期の政治協商会議全国委員会委員などを務めることになる。特に中華人民共和国建国初期には馬は物価の安定やインフレの防止などで貢献をなした。1955年馬虎初は第1期全人代第2回会議において人口統制の必要性を表明した。すでに1920年代の段階でも馬は 各種記事において中国における人口増加への懸念を示している。そして1954年から55年までの3度の石膏小実地調査を経てさらに理論的な構築を進めたのである。1957年2月の最高国務会議においても馬は計画出産の政策を提案し、この時は多くの賛成を得ている。そして同年6月の 1> 第1期前人代第4回会議において、馬は正式に計画出産の提案を行い、7月5日には人民日報において、新人公論と題する文書を公表した。ところが、新人公論の公表後になって馬への批判が相次ぐようになり、反右派闘争では馬も標的の一人となる。翌年5月からは、陳白達、厚生らから新人公論は、 マルサス主義の理論であると論難され、1960年1月には北京大学校長から辞任に追い込まれている。馬は文化大革命でも避難を受け、さらに直腸癌などを患い、癌に関しては手術が成功したものの下半身不遂になっている。彼の理論を十分吟味することなく球断し、他者を奨励したことは中国に手術の歪みをもたらした。 1979年夏、中共党中央組織部長、中央秘書長だった雇用法は、馬先生に対し、毛沢東同士は実に黒白点灯、非公乱業を加えた。当時新人公論を批判することなく受け入れていれば、今日中国の人口は10億の大台を突破することはなかった。数と誤って批判したために5億もの人口を増やしてしまった。 もうこんな愚劣な過ちは犯してはならないと涙ながらに語ったという文革後の1978年12月に開かれた中国共産党11期三中全会で馬の新人抗論に対する再評価がなされた。そして翌1979年9月には中共中央が馬の名誉を回復し北京大学名誉校長に任命した。百八十一年二月、 中国人工学会が成立し、馬が名誉会長に押された。1982年5月10日、北京市にて病没。去年101、ありがとうございます。